はい、皆さんこんにちは、アロンガイです。ということで今回はね、激究極キャラのアフラマズダ、めちゃくちゃ最後の2文字が言いにくいキャラをやっていきたいと思います。で、地雷対応してないですけども、乙骨くんがね、個人的にはねめちゃくちゃ好きだった。ちょっとね、あの地雷のスケールも味わいつつ、めちゃくちゃ強いのでね、今後モンストの日来たら自分はこれでやっていこうかなと思います。で、 3P の枠なんですけども、これはメダル稼ぎ要因ですね。この 3P の枠ね、ベルセウスとかパック、ベルセウスが一番いいかな。ギミック完全対応している、地雷はねちょっと1ターンで起爆してしまうので回収はできないんですけども、より早く周回するのであればベルセウスパックあたりが個人的にはいいかなと思います。で、その他友情ゲーできるキャラといえばネオのハローワールドとかですね、結構使ってらっしゃる方も多いんじゃないかなと思います。ただ個人的にはこっちの乙骨くんの方が自分は好きでしたね。で、乙骨くん艦隊で行く時の注意点なんですけども、まず地雷は注意するのはもちろんなんですけど、地雷はね、めちゃくちゃ巻かれるのであんまり気にしなくていいかな。一番気にすることはボスの弱点を切ることですね。このクエストね、ボスの弱点が7倍にまで倍率が上昇しているので、基本的に直殴りで弱点をね攻撃することを意識すれば、よりね安定して早く周回できるかなと思います。はい、こういう感じでね、弱点直接狙いつつ、乙骨くんね、ファーストキラーが友情コンボにも乗ってくるので、しっかりボスにキラー入れながら立ち回っていくとね、より高速周回ができるかなと思います。結構ね、各フロアにおいて雑魚がねボスの周辺にいるので、割とファーストキラー乗せづらい場面があるんですけども、それでもね友情ゲーできます、問題なく。ただね、今自分の物差しが紋章3体ゴリゴリっていう基準、1体遊撃ついてないんですけども、そういう基準なのであまり参考にはならないと思うんですけども、一つのねタクとして捉えていただければなと思います。もしね、乙骨くんたくさん持ってるよって方はね、ぜひ使ってみてください。ということでね、以上アフラマズダ激究極の乙骨艦隊で行ってみた動画でした。ということで終わります。バイバイ。